祐樹の独り言。皆さんこんばんは、梶裕貴です。さあ、そわそわしております。ね、今夜の独り言ですが、初ゲストが登場します。皆さんご存知、みんな大好き内山昂輝くんでございます。はい、もうウッチーといえば僕以上にこのラジオにぴったりのテンションの持ち主ということでなんで俺はじゃあこの番組やってんだっていうことになります。まあそのぐらいね、彼みたいなこうテンションというか雰囲気というかオーラに憧れてるわけですよ、ね、そんな僕がこんなこと話してる間にも全然気にせずに僕の正面で本読んでますね。ね、こっち見向きもしませんからね。さあ、今日はたしなみスペシャルでございます。現在開催中の2014FIFA ワールドカップブラジルの話をしていきたいと思っておりますね。ウッチーがほんとサッカー大好きで、ラジオやってるから今度出てくれないかって言った時に、まあ、心よく引き受けてくれて、サッカーだったらもう任せてくれぐらいのテンションで、現場で会うたびにサッカーの話をしてて、もう半年前よりも知識が膨大に増えていって、この人はどうなっていってしまうんだってぐらいに今めちゃくちゃ詳しいですから、はい、その辺皆さんお楽しみに。じゃあね、僕の話はもういいです。早く二人で話す時間のためにそろそろオープニング締めたいと思います。というわけで今夜もこれからの30分間、僕の独り言にお付き合いください。したいと思いますので、っていうか、うん、この放送を皆さん聞いて、今聞いてらっしゃる時間、はい、日本戦試合終わってるっていうじゃないですか。そうですね。この放送が15日の日曜日なので、今、まあ、23時から、はい、もう朝ですね。この朝に確か10時からコートジボワール戦が、はい、やってて、結果みんな知ってるっていうね。はい、よかったね。ね、やつにやっているのかわからない。いやいやいや、勝ってますよ。こればっかりはね、始まってみないとこれ。まあ、信じましょう。俺だって勝ってほしいと思ってるし、勝つと思ってるよ、うん。あんま具体的なこと言わないで、あのね、信じてるもんな。いや、信じてるし、うん、未来の人たちから教えてほしいね。そうね。どうだったか。いや、大丈夫です。大丈夫ですよ。大丈夫かな。大丈夫です。いやー、ドキドキだね。そうです。まあ、初戦大事だからね。初戦ですよ。みんな言ってる。ドログバー。初戦勝つか、ええ、負けるかで大体決まるみたいな説ありますから、うん、ね、うん、ねえ、今までのさ、ワールドカップ、ね、まあずっと見てるって言ってるけど、4年前は今23なんで19歳、若いな、23なんだっけ、もうすぐ24になりますけどね。そっか、はい、いやー、だからそうね、物心ついてやっぱ俺の中では、カジさんのサッカー熱はどうなんです？2002の日韓ワールドカップは高校生だったの。はい、一番こうなんか見そうな。部室で見てたね、だから。何部の部室？演劇部の。ああ、演劇部か。なんだよ。サッカー部かと思った。サボってたの？サボってない。サボってないよ。その時間はなんか、特にそういうのない時間。まあ、それどこじゃねえだろう。そうそう。さあ、まあ、それでね。はい。まあ、ワールドカップもそうだけど、個人的にすごい印象的なのが、はい。もう2004年なんですけど。2004年ワールドカップないっすね。そう。アジアカップなんで。ああ、そっか。その、準々決勝の、はい。ヨルダン戦。川口義勝がキーパーとかやってたことですか？それです。ああ。延長なり、はい、PK 戦なって。はいはいはい。当時ね、顔にこう、マスクしてた宮本選手。ああ、ありましたね。怪我してて、それを守るために。ピッチの状態があんま良くなくて。うん。中村俊輔選手。あー。サントス選手が。出してきた。こう、ありえない。ダフっちゃったんだよね。そうそう、外し方をするんですよ。そう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 。それでこう、コート、サイド変えてくれよって。本当はそれで、ね、覆るってことはありえないんだけど、なかなかないよね、変わってくれて、その後川口選手が、奇跡、神がかったセーブを、そうだね。バコバコ止めて。すごい、そういう場面になるとすごいセーブを連発していたよね。で、優勝したっていうのが僕のこう、今までのサッカーの記憶でかなり印象深い。懐かしいね。試合だけど、そういう試合ある。カジさんより、カジさんだ、上って誰？本田選手って、俺、同い年なんだけど、86年。あ、じゃあ学年は1個下だから、俺、本田圭介の、学年が一個上です。嘘でしょ？嘘とか言うなよ。AC ミランの10番だよ。だから、もし同じ学校だったら、おう、
後輩お、本当って言える。すいません、本当でした。言ってみればね、言えないですけど。いやー、信じらんない。いや、すごい。だから、どん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 そうなっていくんだよね。ね。だから、まあ、そもそもさ、だから。次はロシア対韓国。微妙。わかんない。俺、ここでじゃあ引き分け出しとこうかな。引き分けあり得るなぁ。どっちもあんまり、でも韓国もソン・フンミンとかいるからなぁ。うん。いい選手なんだよなぁ。レバークーゼン。結構活躍しましたからね。俺、引き分けないから引き分けにしとく。ロシア対韓国かぁ。どうなんだろうなぁ。これ、韓国勝つんじゃないかなぁ。どうなんだろうなぁ。韓国も、ロシアってあんま知ってる選手いねぇなぁ。まあでも、本田圭佑さんの同僚がいっぱいいるのね。チェスカ・モスクワの。ああ、時代のね。引き分け。結果ウルグアイ対。来た。これで、じゃあ、僕この番組に出させていただくにあたって、はい、ギャラっていうのをもらうんですけど。そうですね。お仕事。それ全部これにかけます。全部このワールドカップとどにかける。だから、カジ君のラジオに出させてもらうっていうのは半分遊びなんで、遊びでいただいたお金は、全部とどにかけます。うん、なるほど。わかりました。じゃあこれ。この予想に、一口のこれ全部にこれを注ぎます。わ、うん、かりました。じゃあワールドカップ終わったタイミングでまた呼んでください。結果発表で、はい、でそれで何かこう何億か当たったらパーティー開いてあげる。そうね、はい。パーティー開こう。何億か当たった暁には、みんなスタッフさん、ね、今日初めての人がいますけども、パーティーに呼んであげます。うちが怒ってくる。怒ります。珍しい。いや俺もかけますから。あはい。はい、まあね、もう時間が差し迫ってることで無理やりエンディングの曲が流れ始めました。これ聞いてて面白いのかな。いやもういいんです、独り言はそういう番組なんで。すいませんでした。はい、お騒がせしました。そのための独り言ですから。ありがとうございます。はい、というわけで楽しかったですね。はい、はい、うちありがとうございました。ありがとうございました。